西津波、津波、西津波の領域。西津波は、中国の五湖十六国時代に、戦費母用部の母用王によって建てられた国。短名だったので十六国に数えられていない。ただし、前縁の着流にあたり、他の園長より最も前津波に近い血統の王朝である。三百七十年十一月に前縁が、全身皇帝の府県により滅ぼされた際、前縁最後の皇帝。 母王以下千匹人4万個は、長安に連行された。この際、母王の弟の母王と、母王沖も連行されるが、両者は、前進の北地長子、平洋軍大使として用いられた。383年に府県率いる前進軍は、翡翠の戦いで、東進軍に大敗し、以後河北における、前進の支配力が動揺したため、384年3月に、母王王は、 関東に逃れて、千筆数千人を急行し、下院に戻って、おじの母養水に従い自立した。一方、母養沖も、加藤で二万人を集めて決起したが、こちらは、前進軍に敗れてしまったので母養王に合流した。この際、母養王らは、兄の母養を擁立して、正式に前、燕を再建しようとしたが、母養は弟らに再建を託して、自らは、長安に泊まったので、 母陽王は4月に、燕京と改言して、正式に西ツバメを建国した。ただしまだ、母陽が存命していたため、皇帝は称していなかった。384年6月、西ツバメを建国した母陽王は家臣に暗殺され、弟の母陽王期が、スメラフ等弟として即位した。母陽王期は、前身の首都長安を圧迫し、12月には、兄の母陽が府県により処刑されたため、 385年1月に正式に皇帝として即位した。5月に、母陽沖は、長安にいる府県とその一族を追い出し、冠中に勢力を確立させようとした。ところが、廃下の戦費の多くは、故郷のある東への回帰を求めた。すなわち、東で勢力を確立していた王子母陽水との合流を望んだのだが、母陽沖はこれを拒否したので386年1月に、 家臣により暗殺された、母用沖の死後、西燕は大混乱状態となった。わずか5ヶ月の間に断髄、母用外、母用用、母用正しと4人の皇帝が暗殺されては有力者に擁立されるという事件が続いたのである。なお、この中には断髄や母用外のように皇族と血縁関係のないものまで皇帝に擁立されている例もある。第5代皇帝母用用は、母用沖の子。 第六代皇帝、母葉忠氏は、母葉王の子である。この混乱は386年6月、皇族の登園である、母葉久氏が第七代皇帝として即位することで、収束はしたが、この混乱期における3月に、母葉外が40万人の戦費を率いて、長安から逃亡して、西燕の首都は、危機期に移された。386年1月、同族の母葉水が、 皇帝に即位して後へが建国された。母葉久氏は、母葉水の力を借りるために、加藤ーと称して従属し、全身の不費を撃退した。ちなみに後ツバメに従属したので、西ツバメは一時的に滅亡したことになるが、9月になると、母葉久氏は長子に0として、再び皇帝として即位して自立した。10月には、不費の全身軍と戦い勝利した。その後、 西ツバメは後縁と前縁復興の継承権をめぐって争った。しかし、西ツバメの皇族から後ツバメに離反する者も,も多く、また母ウヒサシが母ス水の子孫、そして着流である母ウを、母ウオキラの子孫らを殺戮した結果、西ツバメは孤立状態になり後縁からは393年から徹底的に攻められるようになった。母ウヒサシは、 東進や北魏に援軍を求めるもほとんど無視され、394年8月に、母葉久氏は、母葉水の前に廃止した。こうして、西燕は滅亡し、その勢力は後燕に引き継がれた。歴代7名の君主、皇帝がすべて非合の最後を遂げたのを見てもわかるように、非常に皇帝権力の弱い国家であった。もともと権力基盤が府県により強制移住された。 漢中の戦費を主体として建国されていたので、故郷への登記を希望する配下の意向に、皇帝も左右されたのである。しかし他のどのツバメよりも前園との血縁関係は、近く、それが前、ツバメを継承する立場の王朝として、存在意義を見出していたのだが、権力基盤を確立できずに戦闘を繰り返して最後は、同族の後園と争い自滅する結果となった。 西北王、母様王位定、母様王毅縁王団随縁王、母様外燕三角母様洋燕三角、母様正し加藤、母様必殺燕強行士将平健名立て、平良県務中高岬、五個十六国、中国史上の民族大移動、P76 岬、五個十六国、中国史上の民族大移動、P101ABCDEFG 岬、五個十六国、 中国市場の民族大移動、P102 岬、5個16国。中国市場の民族大移動、P97 ハット ABCDEFG 岬、5個16国。中国市場の民族大移動、P103AB 岬、5個16国。中国市場の民族大移動、P104 岬、5個16国。中国市場の民族大移動、P98。ありがとうございます。